フアン・ルイス・リベラは、ベネズエラ・ミランダ州出身のプロ野球選手。宇藤右打ち。現在は、フリーエージェント。2001年9月4日に、メジャーデビューを果たす。2003年12月16日に、ハビアー・バスケスとのトレードで、ニック・ジョンソン一塁手とランディ・チョート投手と共に、モントリオール・エクスポズへ移籍。2004年11月23日に、 ホセギーエン左翼首都のトレードで、マイサー・イズ・トリス・ナイア首都と共に、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムへ移籍。2006年開幕前の3月に、第1回 WBC のベネズエラ代表に、選出された。シーズンでは、打撃海がにし、左脇腹板で、約3週間ほど、戦線離脱を余儀なくされたものの、打率。310、本塁打23本。 85打点をマーク。アリーグ外野手部門最多となる13捕撮をマーク。2007年は、自身の怪我や、若手外野手の活躍もあり、出場機会は少なかった。2008年は、4月1日のミネソタツインズ戦で復帰。しかし、7月9日の試合までは34試合で、打率。194.3本塁打、10打点と、打率が。 200を超えず。しかし、10日の試合で5打数3安打を記録し、打率が、200台に乗ると、それ以降の試合では55試合で打率。266と復調。シーズン通じては打率。246.12本塁打。45打点と、まずまずの成績を残し、2009年以降のシーズンに、望みをつないだ。2009年は前半戦を打率。 312、本塁打16、オプス879で折り返し、後半戦は打率、257、本塁打9、オプス727と失速したものの、本塁打と打点で、キャリアハイを記録し、故障なしでシーズンを乗り切ったほか、守備でもリーグの左翼手中2位の DRS23 と、同リーグ3位のウザー12.0を記録した。2010年は、 シーズン途中に、ストレスにより、視力が低下する症状に悩まされたこともあり、前年度に比べ大きく、数字を落とし、守備でも、制裁を欠いた。500万ドルという年俸の高さも、ネックとなって、オフシーズンに、マイクナポリと共に、バーノン・ウェルズとのトレードで、トロント・ブルージェイズに移籍した。2011年7月12日にトレードで、ロサンゼルス・ドジャースへ移籍。 オフに一年契約で残留した。2012年には、ガイアッシュの控えが、ドニー・グウィン・ジュニアとボビー・アブレイユ、一類手の控えが、ジェームズ・ローニーで、トレードで、シェーン・ビクトリーのエイドリアン・ゴンザレスが、加入などの理由で、出場機会が減少した。オフに、FA に。2013年1月13日に、フルスのヤンキースとマイナー契約を結んだが、3月28日に、 放出された。4月29日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結ぶ。2014年は所属球団がなくオフに母国ベネズエラのウィンターリーグでプレー2015年10月に第1回 WBSC プレミア12のベネズエラ代表に選出された。ありがとうございます。